全国コミュニティスクール連絡協議会は、コミュニティスクールに関する情報交換と推進を目的にして、全国のコミュニティスクール指定校を所管する教育委員会教育長からなる組織として、2011年2月18日に設立された教育研究実践団体である。現在は、コミュニティスクールの校長、教職員、学校運営協議会委員も会員に位置づけられている。 現在、約600名の会員からなる。正会員は、コミュニティスクールを指定する教育委員会の教育長、コミュニティスクールに指定された学校の校長、教職員、学校運営協議会委員などで、特別会員は、関心のある方など。もともと文部科学省のコミュニティスクール、熟議をきっかけにして設立されたもので、鈴木博士、 元文部科学副大臣もその設立を支持し、現在は顧問につき、京都市の総会や岡山市のフォーラム、春日市のコミュニティスクール研究大会にも参加し、講演や公表を行っている。解放の発行、大会、総会の開催、情報交換会、研究会などの開催を主な活動している。平成24年2月には、京都市で熟議と総会を開催し、 同月には岡山市でフォーラムを開催し、コミュニティスクールの普及を進めている。事務局は日本大学分理学部教育学科佐藤研究室から京都市教育委員会に移転した。これまで開催された大会等は以下の通りである。ありがとうございます。